さあ解説していきましょう。面積を求めなさいということで、まあ、ここの部分の、ね、面積を見ていくわけだけど、なんか複雑な四角形ですね。まあ、平行四辺形とか台形みたいな有名な形だったらね、公式通りいけるんだけど、まあ、ちょっとこれ難しそうだなと。で、こういうまあ複雑な、ね、図形の面積を求めるときの、まあ、大きく分けて方針というのは2つあってですね、1つは何かっていうと、周りから削っていくと。ね、この四角形の面積求めてからこことかここを引くみたいな考え方ですね。ただ残念ながらこの全体の四角形の面積を求めるのも困難だし、ここの三角形の面積を求めるのも困難ですよね。はい、こうなった時は方針2つ目です。分けるっていう方法ですね。分かりやすい図形に分けて考えていきましょうということで、よっしゃとね、例えばこういうふうに分けてみると、あ、ここ3センチだから、あとは高さが分かれば、こっち面積求められないですね。こっち見てみようか。12センチ。高さ。ちょっとわかんないですよね。あれ、分ける方法うまくいかないなと。分けるときに大事なことは、ちゃんとね、底辺と高さがしっかりと分かる状態で分けてあげるっていうのがポイントになります。今回で言うならば、こうですね。ここで分けてあげればよかったわけです。ここで、こっち側の三角形。まあ、例えば、あーっていうふうにして、こっち側の三角形、いなんていう風にして、この2つで分ければよかったわけですね。なんでかっていうと、このアの方は底辺を3センチにして、この底辺に対して垂直方向の長さね、18センチというのを高さとして分かるわけだから、 3×18×1/2 でアの面積出せるわけですよね。イの面積もここが12センチ、底辺が分かっていて高さも12センチで分かっているわけですから、これで面積を出すことができるわけですね。ということで、アの面積が 3×18÷2 と計算すればいいので、27平方センチメートルと。同じようにイも考えていくと、 12×12×1÷2 っていうふうにすればいいので、72平方センチメートルっていうふうに出るわけですね。ということで、最後はこの2つの数を足してあげればいいわけですね。27と72を計算してあげて、答えが99平方センチメートルと。こういうふうにね、考えればよかったわけですね。はい。なので、複雑な図形が出てきた時にうまく分割をするんだけど、高さをうまくね、活かせるような形で分割をしてください。